はい、それでは、文献紹介ということで、Improving Hypernymy Detection with an Integrated Space and Distributional Method という、論文を紹介したいと思います。はい、概要です。この論文では、ある2つの単語が、上位下位関係にあるかどうかを判別するタスクに取り組んでいます。で、手法としては、文の依存関係を LST 面に入力して、ベクトル表現を獲得し、それを使って二次分類を行っています。で、結果的にその分散表現を用いた手法と組み合わせることで最先端な性能を示しました。はい、まずそのタスクの説明をします。で、ハイパーニミっていう言葉の意味なんですけど、2つの単語の意味的な上位下位関係のことを言ってて、例えば、パイナップルとフルーツだったら、パイナップル、この2つの単語の関係としては、そのパイナップルが下位の単語で、フルーツが上位の単語になります。で、同じように、グリーンとカラーだったら、カラーがグリーンの上位語で、オバマとプレシデントだったら、プレシデントがオバマの上位語っていうふうな、関係を示しています。で、ハイパーミニディテクションタスクっていうのは、ある単語 XY が与えられた時に Y が X の上位語であるかどうかを判別するタスクということになります。はい、で、このタスクがどのようなところで使われているかというと、例として質問応答があります。で、例えば質問で、北極地域に生息している動物は何ですかっていう質問に対して、北極地域に生息しているのは北極グマですっていうふうな回答が正しいんですけど、例えば北極地域には先住民が暮らしていますっていうふうな答えは正しくないっていうのも、クマっていう単語が、クマっていう単語と、動物っていう単語は、上位下位関係にあるっていう知識に対して、人間と、動物っていうのは上位下位関係にないっていうふうな、知識があるため、よし悪しを判断することができます。で、このようなタスクの従来手法だと、2つのアプローチが提案されてて、一つは依存構造を用いた手法で、もう一つは分散表現を用いた手法があります。で、最初に分散表現を用いた手法について、説明すると、この手法のアイデアとしては、分散表現に基づいて、単語間の関係を認識するということにあります。で、例えばその上位下位関係にある単語 XY を、何らかの方法で、ワードエンベンディングしてベクトル表現を獲得すると。で、その2つのベクトル表現の関係を分類器に学習させて分類するっていうのがこの手法です。で、この2つのベクトルの関係っていうのは、例えばその X っていうベクトルと Y のベクトルの結合で表したり、差分で表したりっていうふうな手法が提案されています。で、もう一つの、依存構造を用いた手法では、アイデアとしてはその上位下位関係を示す文法的なパターンが存在するだろう。例えば、ここに挙げている例のように X or other Y や X is a Y、 Y including X っていうふうな、上位、このような例だと、X と Y の上位関係を示しているパターンになります。このようなパターンは文の依存構造によって表現することができます。例がその下の図なんですけど、
このように、X がパロットで Y がバードという時に X is a word、 X is a Y というふうな、文のパターンは、このような、文の依存構造で示すことができます。でこのような依存構造を、分類器に学習させることで、分類を行うというのがこの手法です。はい。で、この手法の問題点を挙げるとすると、上位下位関係にある単語の対を含む事例が、コーパスにそう多く存在しないという問題があって、そのためにこう様々な事例をカバーしきれない、で再現率が上がらないというふうな問題があります。そこで、パディは、その多くの事例をカバーするために、単語の置換によって依存構造をの一般化を行いました。で例えば、このような例だと X コーポレーション is a Y という文があったときに、そのコーポレーションを、何か名詞で名詞っていうふうに置き換えて、この名詞の部分には、何でも名詞なら何でも入るっていうふうな、一般化を行う。でまた、X is defined as Y っていう文があったときに、この defined を verb っていうふうに置き換えて、verb のところには、どんな動詞が入ってもいいっていうふうな、一般化を行いました。ただこうすると、例えばこのカッコ1のように、defined をDescribed に置き換えても、同じく上位関係を上位下位関係を表すことに変わりはないんですけど、括弧2番の例のように Rejected というふうに置き換えてしまうと、上位下位関係を表さなくなってしまうというふうなことで、一般化しすぎても良くないというふうな問題がありました。はい。とここでこの論文の提案手法を説明します。でこの論文の提案手法では、先ほど説明した、依存構造を用いた手法と、分散表現を用いた手法を組み合わせた手法を提案しています。で、この図は、簡単に、フローを、書いてみました。でまずその入力の部分としては、ある単語 X と Y の依存構造っていうのがあって、それを何らかのベクトル表現で表して LSTM に入力する。で LSTM から、何らかの依存構造を表すベクトルっていうのが、獲得できるので、そこにその X と Y のそれぞれの、事前に学習されたワードエンベディングで、分散表現を獲得して、依存構造を表すベクトルと X と Y の、ベクトルを合わせたものを、CNN によって、分類する分類器を学習させます。でその分類器によって、X と Y が上位関係にあるか、上位関係であるかないかっていうのを分類します。はい。でまず、入力の部分となる X と Y の依存構造の、表現の仕方の説明なんですけど、例えば、X is a Y っていうふうな文があったときに、それを、依存構造を含む表現に直しますと。で、例えばこうですね、一つの単語に対して、見出し語、品詞、依存関係ラベル、係先っていう情報、4つの情報を、つなげてあげて、それを、全ての単語にで表現してつなげる。ただ、LSTM に入力するときは、何らかの数値で表現されたものを入力しないといけないので、
ですね、まあ、これがベクトル表してるんですけど、見出しの見出し語のところは、事前に学習されたワードエンベディングを使って、単語の分散表現をここに入れてると。で、品詞依存関係ラベル係先は何らかの数値で表して、その4つをつなげています。で、1つの依存構造を、複数、用意して、それを次ですね、LSTM に入力しています。はい。で、その先ほどその見出し語と品詞語、品詞と依存関係ラベルと係先で構成された要素を LSTM に入力することで、依存構造ベクトルっていうのを、ここで出力しています。はい。で、さらにその単語 X と Y の、X なら X だけの分散表現と Y だけの分散表現の2つを、先ほどの依存構造ベクトルに加えて一緒に加えてあげています。で、最後に、それらを組み合わせて、CNN によって分類キーというのを学習しています。例えばその X と Y の依存構造に対してそれが上位下位関係にあるならポジティブ、ないならネガティブというふうな正解ラベルを学習させて、二次分類を行うものを作っています。はい。で、実験に用いたデータセットの説明をします。で、先行研究で知識資源をもとにコーパスから上位下位関係を表す依存構造を抽出する手法が提案されています。で、知識資源というのはワードネットだったり、ここに挙げているようなもので、何かその上位下位関係にある2つの単語というのがこの知識資源の中に含まれていて、その知識を使って、コーパスの中から上位下位関係を表す、要素を抽出する手法です。で、この論文でも、同じ手法を使ってデータセットを構築しています。で、データサイズとしては76,79事例あって、全ての事例に対してポジティブ、上位下位関係にあるならポジティブ、ないならネガティブっていうふうなラベルを振っています。で、訓練データ、テストデータ、バリデーションデータはこのような比率を使っています。はい。実験結果です。とまず最初に、パスベース依存構造を用いた手法の中で、この手法の比較を行っています。で、このハイプネットパスベースというのが、先ほどその依存構造と分散表現の手法を組み合わせた提案手法を行ったんですが、これですね、この X と Y の分散表現を加えなかった時の、この依存構造だけの情報を使った分類っていうのが、ハイパーネットパスベーストです。はい。で、結果を見るとその従来の手法よりも、再現率がすごい大きく上がってて、総合的に見ると先行研究を上回っていたという結果で、またその従来の研究で、精度の良かったその分散表現を用いた手法の、最先端のスコアと比べても、こことここですね、精度が、同じぐらいの精度が出てるっていうふうな結果になりました。はい。
で最後に、パスベースとディストリビューショナル手法を組み合わせた、この論文の提案手法を実験してみると、これが結果の数値になって、従来のどの手法よりも、性能を上回ったっていうふうな結果になりました。はい、とまとめです。ある2つの単語が上位下位関係にあるかどうかを判別する手法を提案しました。でこの手法としては文の依存構造を LSTM を使ってベクトル表現を獲得して、さらに分散表現を加えたもので二次分類を行いました。で実験を行った結果、従来の手法と比べて最先端の性能を達成しました。以上で発表を終わります。